はい、チャオ、亀岡です。今日はですね、ようやくトレジャーネットですね、私の運用する3講座のうちの1つなんですけども、がメンテナンスからですね、先ほど見たの復帰してました。なのでね、急いでですね、今日は皆さんに予告をしていたですね、1月、2月、3月、4月、5月、6月までのですね、2021年上半期のですね、私の運用成績ですね、インカムゲインとキャピタルゲイン、この両方をですね、皆さんにオープンにしたいなと思っております。で僕はですね、 専業トレ,ージャートレーダーじゃないんですよね、口が回らない。 で、専業トレーダーではなくてですね、約僕がですね、1日にかけているトレード時間っていうのは、なんと30分。まあ、なんとっていってのはね、なんか自分で自分をなんか、あの、褒めちぎってるようなような感じがするので、ちょっとねお、ちょっと大げさだったかもしれないんですが、まあ、1日30分ぐらいですかね、えー、9時から9時半ぐらいですか、まあ、その時間ぐらいしか見ていないんですよね。で、これはですね、まあ、僕、相場歴十一年間、あのまあ、株式投資やってますので、ほぼほぼ、もうチャートの動きなんていうものはですね、 ね、え暗記されちゃってるっていうのを形で伝えるのが一番適切なんじゃないかなと思いますなのでまあね東レが今どの位置にあるのかとか三菱、まあ、重工業が今どの辺,辺にあって川崎重工業がどの辺にあってっていうのが大体いい空でわかるっていうことですもちろん正確にはわかんないですよえ株価じゃあ川崎重工業の今の株価なんですかって,言ってもわからないんですけども別にそこわかる必要はありますか かっていう形なんですねチャートの形が分かるっていうことに近いですかねまあそれはねもちろん皆さんと僕だと21年間のその経験の差がありますので、えー、そこはね、えー、一概にはすべてを埋めることは難しいと思うんですが まあそういったね、えー、チャートの動きパターンがある程度頭に入っているので、まあ一日わずか30分に済むっていうのはあるかもしれないですね。ただ、まあそれでもね、えー、そんなに時間はかけないですねで。土日はもちろん完全オフですね。えー、証券口座を開くのは、まあ急落の時とかね、えー、暴落の時とかをに、まああの、まああの、まあ探す時ですね、えー。次買いたい銘柄とか、まああの、チャートがね、急落するんであれば、 まああの買っていきたいね、底根を洗っているような銘柄を探すときに、えー、まあ土日を使うときありますけども、基本はまあ見ないですね、えーで。というか今はもうほとんど動画ですよね。1日まあ1本、最低でも上げようと思ってやってますので、まあ、土日もね、基本はまあ動画収録に時間を費やしてますよねで。僕は完全副業トレーダーなんですよね。 1> 1日30分しか使わないというですね、えー、そういった意味での僕はですね専業ではないので皆さんの参考になる部分も、えー、あるんじゃないかなと思っております。でそれ以外の時間はね、えーまあ、会社の経営であったりとか、えー、あとは執筆ですよね。本をまあ1日 年に二冊ぐらい出してますので、えー、本の執筆などをやって最近はね、えー、あ隙間時間は全部ユーチューブに使っているとだからここねこれだけの話ですよ僕もあの一日三十分を見ない見てないかもしれないですね三日に三十分とかまあリアルの話ですね、えー、まあそれぐらいまあ相場が動いてないからっていうのもありますけどねちなみに今調整段階に入っている可能性ありますけどもまあ調整もね、えー、僕から見るとそんなに動いているようには見えないのでもっと急落してくれたらね、えー、もっと出動する回数が増えるんですけどもまあ今主導 する街みたいな形ですかね。それでは行ってみましょうか。2021年上半期のですね、えー、成績発表ということで、えー、ご紹介していきたいなと思っております。ちなみにね、えー、この後じゃあその1日30分ですよね。結構質問にあってどのような形で1日のルーティンを過ごしてるんですかと。まあ、ルーティンって,言ってもねあの朝起きてまあ基本的にはね、えー、パソコンの前に向かったらま証券口座を開くってそれが30分間ぐらいっていう早い時はねまあ、15分とかね。 えー、全く見ないときは見ないですよ。まあ、そのね、ルーティンとか、どのような形で、えーまあ、そのチャートを見比べているのかっていうのね、比較性てるのかっていうのは、えー、この後の動画でね、えー、ご紹介したいなと思っております。なので、楽しみにしてください。では、行ってみましょう。ね、ちょっと今日はここからちょっと。 気合を入れてね、テンションを高めていきたいなと思うんですが、まずこちら楽天講座になりますね。えー、僕はね、えー、楽天講座をだいたい一番使ってますね。あの、大体会社に出社して、えー、開くのは、えー、楽天証券になります。まあ、ひいきしてるってことに近いですかね。えー、そういった意味では、えー、まあ一番、まあ、運用って言いますかね、まあ短中期でトレードしてるのがこの楽天 鉱座になるんですけども楽天証券ですね今年の上半期の利益はですね、えー、849万1587円そして配当金がですね、えー、93万7921円ということで、えー、締めて合計ですね、えー、942万9508円になりましたわーやいやいや,いや いやまあ1000万円ね、いってないですけども、おまあ900万円台ってことでね、上半期、まあ、約上半期ですけどね、えーまあ、おいいんじゃないでしょうかという形になりますね。で結構ね、YouTube とか見てると、あ、そうそうそう、あのー、画面、まあ、特に、まあ、アプリとかではね、あるらしいんですけども、結構ビットコインとかでね、スクールとか、まあ、塾に入れたい。 っていうねえー、そういったことをやってる人たちは教材を売りたいとかね結構なんかこう画面をね改ざんする人が結構多いらしいんですが皆さんも気をつけた方がいいですよね、えー、例えばビットコインで今1億2000万儲かりましたみたいな形でほらこういった形で儲かってますよって口座を見せるんですけども結構この画面って 改ざんしやすいらしいんですよね。まあ、詳しいことはね、えー、こちらのビコーラーに動画に、あのー、そういったね、紹介する動画があったので、見ていただきたいんですけども、なのでね、結構そういうのは、まあ、あの、当てにできない場合もあります。僕ももちろん、ざんする可能性はありますけども、まあ、こういったね、 えー、税金もちゃんと取られてますよって表示もありますので、まあまあ、疑ったらね、きりがないので、もう疑い人はね、疑ってもらってもいいんですけども、だからまあ、合計200万近くね、えー、税金も持っていかれる、まあ20%税率なのでね、まあしょうがないんですけども、えー、そういった意味ではね、えー、かなり税金も持っていかれてるというのも、ちょっとまあオープンにしとこうかなということで表示をしております。まずこれはね、えー、楽天証券の1月から6月までのまあ、利益になっていますね。 まあ,まあまあまあ悪くないんじゃないでしょうかね。で、まああの、まあ最後に総括しましょうか。まあ土地で総括してもね、あれなんで聞きづらいと思いますので。で、こちらがトレジャーネットですね。もう過去にねこうやってあの 利益公開はね、してますんで、まあこの画面はもうトレジャーネット。もう捨てるさしてると思いますので、まあ行きたいなと思うんですが、まあ見にくいんですよ、トレジャーネットっていうのは。しかもメンテナンス、今日。メンテナンスかよ、どれ、日曜日に見,見たい人いっぱいいるでしょう、と思ったんですけども。でもまあトレジャーネット僕もね、好きなんですよ。ずーっとこれもね、えー、もう十数年使ってますね。まあ、使いにくいですよ。使いにくいんですけども、なんでですかね、愛着があるってことですよね。あの、かなり、あの、いぶしぎ。いぶしぎ。まあ塩辛ですよね。塩辛的な。あの、さっきのね、 え何ですかね。楽天証券がツバメグリルのね、ツバメグリルのハンバーグだとすると、もう塩辛ですよ。トレジャーネッ褒めてますからね。褒めてるんですけども、まあ、それぐらい使いにくいし、まあ、画面も、まあ、ちゃっつい、ちゃっちいんですよね。ただ、愛着があるし、まあ、なんて言いますかね、対応もしっかりやってくれるんですよ。あの、まあ、なんかまあ、 株好きな人が多分会社にいるんでしょうね。まあ、そんな感じですよ。まあ分、わかりやすく昔の、僕ももちろん46なので、あの、知らないですけども、株と、株と町にあったような証券会社ですよね。こう、板って言ってね。もともと板っていうのは本当にね、こう、黒板に板をね、えー、書いて、それでトレードをね、えー、表示していたので、株と町でね。まあ、そんな感じの空気を感じますよね。えー、これ、武蔵証券のトレジャーネットになります。で、こちらがね、あの、ま、見にくいんですよ。まあ、勝手に計算してくれないでしょう。 まあまあ、だからいいんですけどね。えー、まあ、たまにはこういうの使って、こういうのずっと使ってますけど。 で、こうやって下にどん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 合計値がたま,たまっていくんですよね。で、これが6月の28なんで、まあ、だからここね、ちょっと、6月の、まあ、ここで表示するなんで、まあ、6月末にしときましょうか。そうすると、ーえっ、ー、と、627万5175円と。ここにね、えー、利益が出てますよね。これ積み立てていった。積み立ててっていうか、まあ、利益がどんどんどん今年のやつが上がっていって、今ね、6月末現在で627万5175円になっています。 これがね、えー、で税金ですよね。税金120万ぐらい持ってかれますよと。まあまあまあもう気にしないですけどね。あのもうこれ自動に引か,引かれますので、まあ、僕は分離課税で、あのー、何もね、自分でなんて言いますかね、えー あの、法人、あの、自分で何て言いますかね、納税とかしてないのでね、もう勝手にもう証券会社にやってもらっているので、えー、だからね、えー、そういったごまかしも一切できないですよね。めんどくさいのでね、だって会社やってますので、もう会社の方でもうね、税理士さんとかね、えー、まあ、もう低温アイアンなわけで,ですよね。えー、そんな中で会社、社員の給与とか払って、こっちも自分でやったらもう手が回らないですし、もうこれも完全に副業なのでね、1日30分以上かけないと決めているので、もうこれも全部ね、自動で、 え納税がさされれるようにされてます。名前何でしたっけちょっと忘れちゃいましたけども、まあ皆さんも多分そうなってると思いますね。えー、相当のまあ相場師とかね、えー、ベテラン投資家とか、まあ運動を動かしているような人だったら、法人化して自分でね、やってる人も多いかもしれないですけども、えー、まあ僕は全部自動でやってますね。で、えー、こちらがね、えー、そうそう、トレジャーネットはね、なんと配当金も勝手に合計してくれないんですよね。えー、まあ、なんて言います、ね、だからね、いいんですよ。あの 昔のね、オールドカーみたいなもんですよね。自分でこれ見ないといけないっていうね。で、これが配当ですね。えー、73万円ってことで、えーまあ、まあ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 ですね。あ,あ、そうそうそう。なので、えー、楽天証券は93万なんで、えー、まあもう一回ね、今年ありますけども、僕はね、えー、この番組で繰り返し言ってきたま,ましたけども、今回ね、えーえー、配当はね、取りに行ったんですよね。 取りに行ったのでまあおそらく250万から300万ぐらいになるんじゃないかなと思ってます。計算はもちろんね、事前にしないのでもうこれだけね、ね、すか額が大きくなってくると、まあ、自分で、えー、事前に計算しないですね入ってくる額が、まあ、決定みたいな形なのでもしかしたら200万かもしれないですね。あの まあ、あ景気が良くないのでね。景気が良くないというかコロナの影響で、えー、配当利回りがね、下がっているような銘柄も、ね、減配とかあるかもしれないので、減配ですね、えー。そういった意味では200万から300万ぐらい、まあ入ってくればいいかなと。まあそんな形で、まあ、あの、見てはいます。なので今のところ、お150万ぐらいですかね。えー、160万とか。で、もう一回、もう一講座あるんですよね。これが、えー、あれです。えー、 えー、ライブスター証券ですね。で、最近、あの SBI 証券に変わったと。えー、僕はね、楽天証券ビーキなにいたので、まあ、SBI さんはね、あんまり使うのやめようと思っていたんですけども、まあ勝手にね、ライブスター証券がね、SBI におそらく買収されたかして、えー、SBI 証券を結局運用するような形になっちゃいましたね。で、まあまあ良かったですけどね。で今後は SBI 証券のもしかしたらね、いろいろ紹介もしていくかもしれないですね。で、こちらがね、えー、当期利益はこちらなんですね。えー、前期はね、あの、これね、あの、原油、あの、損切りしたのでね、 赤字になってますけども赤字って言いますかね赤くなってますけども当期はねこれ証券会社がちょっと変わったのでこれ以上遡れないんですけどね106万4968円ということで SBI 証券ね旧ライブスタン証券は主にね中長期ですかね中長期で運用してますまあまあいいやみたいな 普段みんなみんなやめようみたいな、なんかあの、ネガティブになるし、まああの、10年後、5年後に上がってればいいな、みたいな銘柄をここにぶち込むみたいなね、あの、あんまりいじらわないみたいな、まあそんな銘柄ですね。だからあの、たか宝箱みたいな。<laughs> もちろん宝箱ふた開くみたいなね、腐ってるみたいなことも十分あ,あるんですけど、まあたまにはそういった銘柄も、あのね、ここに押し込んどいてもいいかなと。で、灰時はね、ええー、13万3000、 5円、50ですね。だからどのくらいねこの口座でえ僕がね、えー、回せるかっていうね銘柄を回せるかっていうのもこの金額から見えてくるんじゃないかなと思いますがまあそれも全部ね えー、オープンにしてい、えー、こうかなということで、えー、いつまで続けるかわからないですけどね、えー、まあこういった形で、えー、公開しました。なので楽天証券、ライブスター証券とトレジャーネットですね、武蔵証券のですね、この三講座のまあ1月から6月までの2021年運用実績ですね、えー、締めてですね、えー、大体ですよ、えー、1763万円ですね、えー、まあ波数切り取ったらですね、まあ大体でもまあ 1800万,か1800万から1700万円ぐらいの間ですかね。配当金も入れてますので、これがね、えー、僕のお上半期の成績になります。まあ、1日ね、えー、30分の運用でね、えー、しかもね、えー、副業トレーダーとして専業でも何でもなく、土日は完全オフということで、えー、今 YouTube でね、えー、かなり時間らえてますけども、まあ、いいんじゃないですかという形ですよね。えー、かなり、その、なんて言いますかね、えー、時間効率はいいんじゃないかなと思っています。で、これは、えー、理由が、 あります理由はね、えー、もうとにかく、なんかね、これをパッと見た、ね、人だと、視聴者の方だとね、すごく楽して、なんかすごい儲けやがってと思うかもしれないんですけども、まあ半年ぐらいね、見てくれた、たまにでもいいんですけども、おね、人から見ると、よくここまで耐えたなっていう多分イメージだと思うんですよ。本当に僕も、えー、この利益を出すまでにね、去年なんかはね、去年ぐらいから、まあ、僕はちょうど今11か月ぐらいになりますけども、この番組をやってね、まあ、苦しんだりとか、悩んだりとか、 叩かか、れたりとなんだこれはみたいな形でね、えー、全然逆いってるじゃないかみたいなねでまあ僕も迷ったりとかたまにはねつなぎを入れてね、えー、まあ相場を泳いでみたりとかそれでもやっぱり日本株来るだろうって言ってねもう一回日本株に、ねえー、まあ正面向き合ったりとかこういうね、えー、喜怒哀楽そして苦しみそして迷いそしてね、えー、まあ強欲欲望と戦いながらの この金額だっていうことなんです。ここはすごく大事で、なんか軽々しくね、戦って儲けてはいないっていうことなんですね。これはもう全部ライブでね、この番組では全部リアルで伝えてきましたので、えー、まあ、もしね、半年以上見てる人だったら、そうそうそう、確かに楽して儲けてないよね、と多分共感してくれてると思います。で、あとはね、やっぱりこの半年一年ぐらいをずっと日本株にベットして、なんて言いますか、日本株にかけてきたからこその利益。 なんですよこれ途中でやめたやっぱり S&P500 じゃないとかねやっぱりこれあの世界全世界じゃないとかねインデックスじゃないってやったら多分出なかった成績だと思いますねだやっぱり、あのー、特にこの僕的にはですよもう21年間相場歴の中で去年から今年にかけては日本株っていうのはめちゃくちゃ稼ぎやすかったあの21年間であの過去に2度あるかないかぐらいのまあ稼ぎやすいステージだったんですよね相場歴長い人だったら ああそうそうそうとこんなに稼げやすい相場なかったよねと言っていただけると思うんですけどもやっぱりね最近始めた人だとわからないのでね S&P500 とかインデックス投資の方が儲けやすい安全だと思ってしまうかもしれないですけどももうこのね日本株の儲けやすいステージっていうのは次いつ来るかわからないとは思いますけどねで今後はそれ続くかどうかわからないです僕はまだ続くんじゃないかなと思って日本株にまだベッドしてますけどももちろんね逆に言ってしまったら このね、得た、あのね、えー、資金、まあ、利益は、もしかしたら全部飛んでしまうかもしれないんですが、まあ、それもそれで相場などねまあ、しょうがないかな、と思いながら、やってるってことになります。はい。で、この後ね、えー、今後のポートフォリオなんですけども、今僕の現在ね、えー、日本株には大体、だいたい70%ぐらい、えー、ここまでね、投資をしてきました。で、それ以外にも、僕投資はしています。アメリカのね、インデックスですね、え、10%です。EMAXIS ですね、えー、僕はあの、楽天証券、 ビー期なのでね、どうしてもここに行ってしまいますよね。s P500 の ETF ですね、インデックスファンドに約10%ですね。で、ドルコスト法ではないです。ドルコスト法ではなくて、僕の場合はね、僕なりのやり方でやってます。これは、来週以降ね、いよいよ、ETF ですね、とかインデックス投資の、まあ、やり方ですね、送り人利用のやり方っていうのを紹介していきたいなと思うんですが、まあ、このね、ドルコスト法ってね、やっぱり、 メリットデメリットがあるのでね。あの、メリットばかり強調されてますけども、まあ、資金の運用成績の運用率は下がりますよね。も僕のやり方はもどっちかっても,もっとね、ファンド寄りですよね。ヘッジファンド寄り,寄りのやり方をやります。まあ、これはちょっと後ほど紹介します。違う番組でね。で、あと中国株に1 0やってますね。それからオイルですね。えー、オイルに10%やってると。締めて100%かな。100%投資をしています。これで、えー、利益を伸ばせた。で、この辺りのね、あの、ちょっと数字ですね。は ちょっと、あのおいおい、紹介させてください。ちょっと時間がないっていうのもありますし、そんなに僕見てないんですよね。あの、1日30分って本当にリアルなので、なんかね、番組でそう、ね、伝えて、なんかね、えー、本当はね、僕別にスクールもやってないですし、商材も売ってないですね、皆さんご存知のように、な株,株塾みたいなこともやってないんですよ。なので 結構ね、リアルなことを伝えている一方でね、時間がそんなに取れないってことはありますよね。なので、このあたりはちょっとまたお湯をご紹介させてください。で、えー、この,の、ね、儲かった、じゃあ、この1700万から1800万ぐらいってどうするのかっていうと、基本的には再投資ですね。僕は配当も、ね、あと値上がり益も全部口座から引き出したことは過去に一度もないんですよ。 これ、ね、一度もないから資産5億円に行けたっていうのが、やっぱりあると思いますね。それだけ福利のスピードが速いんですよね。で、えー、じゃあこの1700万、じゃあ仮にね、あったとしましょう。これどこに投資するかっていうと、今後のね、7月以降の戦略ですよね。おそらく、まだ決定ではないですけども、これもちゃんと月曜日以降発表しますけども、EMAX ですのね、えー。全世界株式ですね、えー。日本を除いて全世界に投資する、そういった、あのー、インデックスファンドがあるんですけども、ここにぶち込む。 と思っています。その戦略で行こうと思っていますね。ビットコインはね、ちょっと今保留中ですね。やろうと思ってたんですけども、ちょっと今ね、相場が荒れてますので、ちょっとこのね、えー、いわゆるそのインカムとキャピタルのゲインはね、ここにぶち込むという形で、7月以降やっていきたいなと思っています。つまり、えー、これまあ、たまたま利益が出たから言えるんですけども、えーなれな この、ポート票がより膨らむってことですよね。利益をさらに再投資して、あのー、これね、えー、アセットアロケーションで言ってね、えー、また、さらに、まあ、僕的にね、先々儲かるかもしれない、儲かる予測でいるね、もちろん当たるかどうかは別にして、特に、その、利益のね、余剰分、まあ、わかりやすくてね、コップの上積みですよね。このコップの上積みで、その、ちょろちょろ出るところを、 次の投資にぶち込むってことですよね。こうすると、雪だるま式にね、どん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 資産っていうのは増えていきやすくなるんですよね。この辺もまたちょっとまたね、別の後半の番組でね、ちょっと今日はここまでにしたいんですけども、話したいなと思っております。今日はこういった形で、私の今後のポートフォリオの変更点と、上半期のね、 利益のあのまあ、シェアをさせていただいたんですけどもまあ、繰り返し最後になりますけども、楽に設けてないっていうことなんですよ。本当にね。今日たまたま見た人はえー、1ヶ月ごとでいいので振り返ってね、えー、僕の番組見てもらうと。まあ悩んだり苦しんだりして。まあね。それでも日本株行くぞとお僕のね。直感がそう言ってるのでみたいなね。僕の魂がそうさ。囁さくのでってことで。まあ耐えながらやってきた。 まあ、その結果なのでね。えー、だここから先はね、ちょっといろいろ考えながら、また組んでいきたいと思いますが、まあ、僕はね、日本株を、まあ、少なくとも60%、50%以下に、ね、したことはないのでね、やっぱりね、日本株にアンテナを張ってるからこそ、世界が見えるっていうのがね、あるんですよね。これ実際にあることなので、まあ、それをね、えー、そこは続けていきたいなと思ってますし、レギュラーの番組はね、えー、常に、えー、同じような形で伝えていきたい。ただ、そこに今後は、えー、まあ、ァイヤーのやり方とかね、えー、インデックス投資のやり方とか、えー、ね、 賢い全世界投資のやり方とか、まあね、そういうところをちょっと加えていきたいなと思っておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。それでは今日は以上になります。高速で GO!